で、あと一番最初にスーパーでバイトした時に、品出しのバイトをしてたのね。こう、きれいに並べるみたいな商品。なんか間違って片栗粉の袋破いちゃって、片栗粉ドバー出たの、売り場で。で、その先輩の、その高校生の先輩に、これどうしましょう？やっちゃいましたって言ったら、あ、いいよいいよっつって、その片栗粉を俺が処理しとくからって言って、なんか処理してくれたの。優しいな。で、帰るときに、裏道、なんだ、そのスーパーの裏ね、商品がいっぱいあるところ、そこを通って帰るんだけど、そのときチラッと見たら、その片栗粉が その裏のところにもうどんざいにぶん投げであって、この裏のアスファルトの上に、俺がなんとかしとくから、ただぶん投げたことだったんだと思って。あ、外にぶん投げ適棒当、だただらぶけん投だげね。ただけっていう これでいいんだと思ったね、そんなに。ハハハ。